どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。明日6月21日は部分日食が見られるということなので、今回は日食について、その簡単な仕組みと、今回の日食はどこでどれくらい見られるのかということについて掘り下げていきたいと思います。そもそも日食というのは、太陽が月によって隠されて、まるで太陽がかじられた、もしくは全体が覆われてしまったかのように見える現象です。太陽と地球の間に月が横切ることによって起きるんですが、月の軌道が地球の光天面に対して傾いて描いているので、地球から見て月と太陽が同じ方向にあったとしても、その上下の位置が完璧に一致するっていうのはなかなか珍しいんですね。なので、上下方向も合わせて完全に方角が一致するという、本当に珍しい、運がいいタイミングでしかこの日食を見ることができません。そして日食というのは、部分日食、そして皆既日食と銀環日食という3つの種類に分けることができます。部分日食というのは、太陽の一部が月に隠された状態です。この後紹介する皆既日食や銀環日食も、その日食が起こる始まりと終わりのタイミングでは、この、部分日食が起きます。そして皆既日食というのは、月が太陽全体をすっぽりと隠してしまう現象のことを言います。これの見た目通り、黒い太陽というふうにも呼ばれることがあるそうです。また皆既日食が起こるときは、普段見れないものも見ることができます。それは太陽の大気であるコロナですね。他の部分では見れてないんですけど、皆既日食だけはこのもやみたいなのが見れてます。コロナというのは王冠という意味があって、皆既日食時に見られる太陽の大気がまるで王冠のように見れるということから、その名前が付けられているそうです。そして皆既日食とは別に、金環日食という現象が見れる場合もあります。これら、両方とも月と太陽の位置が完璧に一致した時に起こるんですけど、その条件の違い、何かというと、月と地球の距離によって決まります。月と太陽は見かけ上ほぼ同じ大きさに見えてるんですけど、これは月と太陽が同じ大きさであるというわけではなくて、実際は太陽は月よりも半径が400倍くらい大きい、本当に巨大な球なんですが、地球からの距離が月の400倍くらい離れているので、見た目としてはほぼ同じ大きさに見えているということになります。ただ地球と月というのは、それぞれ楕円型の軌道を描いているので、太陽と月の見かけの大きさというのも微妙ながら変化しています。月が太陽よりも大きく見えているときは、こちらのように皆既日食が出るんですけど、月が見かけ上太陽よりも小さくなってしまったときは、太陽をすっぽりと覆いかぶさることができないんですね。その結果として、太陽の外側だけがはみ出て見えることがあります。これがまるで金の輪っかをかぶっているように見えるので、そちらの現象を金環日食というふうに名前が付けられています。そして、月というのは地球を公転してるんですけど、地球から年に3センチずつ、遠ざかっているっていうことが分かっているので、将来的には、皆既日食が地球上で見れることがなくなるというふうに考えられています。なので、皆既日食と金環日食が両方観測可能な時代というのは、この宇宙の歴史の中でも本当に限られた瞬間ってことになるので、そんな時代に生まれられた私たちというのはかなりラッキーかもしれません。皆既日食と金環日食は、地球上では月の影が落ちる本当に限られた場所でしか見ることができません。それ以外の周辺の地域だと、月が太陽に完全に覆いかぶされることがないので、部分日食が見ることができます。皆既日食や金環日食が起こると、その場所では月が覆いかぶさった瞬間だけ夜のように暗くなります。そのため、昔は日食が起こると不吉なことが起こるというふうに言われていた時代もあったそうです。はい、それでは最後に、今回の日食はどこで、どれぐらいの形で見ることができるのかという話をしていきます。今回日本で見ることができるのは部分日食となります。それが起こるのは大体どこでも16から18時頃で、今画像で見れている通り、南の地域ほど大きく欠けて見ることができるようです。ちなみに僕は北海道の札幌に住んでるんですけど、残念ながら北海道の人だとあんまり大きく欠けて見ることはできないかもしれません。次に日食を見ることができるのは2023年の6月21日なんですけど、九州南部など限られた範囲でしか見ることができない上に、しかも少ししか欠けないそうです。
全国で日食が見ることができるのは、北海道で金環日食が見える約10年後の2030年の6月1日です。ぜひともその時は晴れてほしいですね。もし明日も晴れたら、めったに起きないこちらの天体現象を見てみましょう。ただし、日食を見るときに太陽を直接見ないように注意です。太陽が月で隠されていくとは言っても、本当に太陽の光はとても眩しいので、必ず日食グラスを使って観察しましょう。サングラスを使っても目を痛めるってことになるので、必ずその専用の日食グラスを利用して安全に天体現象を観察しましょう。はい、それでは今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙関係の動画を毎日更新しているので、ぜひ興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。